はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、リクエスト占いになります。キンプリちゃんのお互いへの思いを占っていきたいと思います。はい、5月もですね、7日に入ってきまして、もうすぐね、キンプリちゃんのね、5人での活動もですね、終了する、そういう状況になってきてるんだけれども、脱退組から残留組への思いであるとか、残留組から脱退組への思いをですね、知りたいよって方がいらっしゃいましたんで、今この瞬間お互いにどう思ってるのか、それをですね、占っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではですね、占いに入る前にお知らせだけね、していきたいと思います。私ミーはですね、オリジナル占い再生戦術で日々ですね、占いをさせてもらっております。インスタ動画の概要欄で簡単なタイプ図診断ができますので、気になる方はチェックしてあげてください。占い個人鑑定、お悩みカウンセリングも行っております。今ですね、キャンペーンも行っておりますので、もしよろしければ動画の概要欄のリンクからですね、詳細ご覧ください。またですね、ニコニコ動画のチャンネルもやっております。そちらもですね、よろしければフォローの方お願いいたします。で、私事で大変恐縮なんですけれども、明日ですね、5月8日から3、4ヶ月ほどですね、お休みをもらう予定でございます。結構ね、いろいろ心配してくださる方もいらっしゃるんだけれども、大丈夫です。そんなね、マイナスな意味での、はい、お休みではございませんので、ぜひね、はい、そんなにね、心配せずに待っててくれたらいいのかなっていうふうに思います。ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いいたします。ではですね、占いに入っていきたいというふうに思うんだけれども、まず一つ目、脱退組から残留組への思い、それをですね、占っていきたいと思います。レン君、カイト君なんだけれども、はい、こちらね、猫ちゃんのタロットでレン君への思いで、こちらの大きい方タロットでカイト君への思い、それをですね、占っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。よいしょ。ではカードの方を展開していきたいと思います。あら、今日はね、雨が降っててね、湿気てるせいか、うまくカードが広がりませんね。やっぱり湿気があるとね、カードって紙だからね、紙ですね。なのでうまくね、広がらないんで、ちょっとね、綺麗な部分をお見せできないですけれども、申し訳ございませんね。え、もうね、終わっちゃうってところなんだけれども、昨日のキンプル皆さん見ましたか？あ、よかったですね。なんかますます良くなってる、企画力が上がっていってますます良くなってるんだけれども、まあそれがですね、終わってしまうというのは本当に悲しいですし、来週のキンプルはね、確か総集編かと、あとは未公開シーンの一挙放送になるんだけれども、もうね、なんでこういう形でそういうね、お宝映像をね、見なくちゃいけないんだっていうふうに思うんですよね。キンプリちゃんがね、続いている上でそれを見たらね、もっとキンプリちゃんのこと好きになって、もっとね、応援ができたんだけれどもね、悲しいですが、まあしょうがないので、そこはですね乗り越えていかなければならないんだけれども、一ファンとしてはね、頑張ってね、やっていきたいと思います。ではですね、カード展開していきたいと思います。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、
はあ、なるほどね。どっちに対しても結構心配してるのかなっていうふうに思うんだけれども、まずですね、レン君の方を見ていきたいというふうに思うんですが、レン君のことね、心配してますね。結構プレッシャーがかかるんじゃないかであるとか、お仕事がね、思ったようにうまく運ばないことあるんじゃないかとかね、やっぱり5人から2人になりますから、なかなか大変なことがあるんじゃないかっていうふうに心配してます。なんですが、あのね、レン君の場合はね、クイーンのカードが正位置で2枚も出てるんですね。ですので、心配はしてるんだけれども、頼れる人がいるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。で、どういうクイーンのカードが出てるかっていうと、ワンドのクイーンとペンタクルのクイーンになるんですが、まあ、このワンドのクイーンっていうのはですね、この、ジャニーズ占いではおなじみのカードになるんだけれども、お世話好きの女王様っていう意味があります。で、こっちはね、堅実な女王様って意味があるんだけれども、ですので、レン君にね、結構そういうね、まあ、女王様とまではいかないけれども、力の強い女性がついてるんじゃないかというふうに思いますね。で、その女性の、まあ、財力であるとか、こう、お世話力であるとか、そういうので、実力を発揮できるはずだっていうふうに思ってるところがあると思います。ですので、レン君、にとっては大変なこともあるだろうけれども、でもこういう状況になったからこそできる、そういうですね、お仕事もあると思うから、それをですね、力のある女性のね、パワーを借りてやっていってほしい。そうすれば実力を発揮できるはずだっていうふうに思ってるので、まあ、心配と同様にエールも送ってる、そういう感じがあるのかなっていうふうに思いますね。はい。で、その上で次ですね、カイト君への気持ち見ていきたいんだけれども、これが対照的で全部逆向いてるんですよ。ですので、相当心配してる。まだレン君は、正位置のね、女王様のカードが出てるから、まだ頼れる人がいたりであるとか、こう活躍できる場がある、力がある、実力があるっていう風に思ってるところあると思うんだけれども、なんかね、カイト君の方はね、すごくね、とにかく心配してるっていう感じがあるのかなっていう風に思いますね。なかなかね、仕事の方向転換ができなかったりであるとか、当てが外れちゃったりであるとか、あとは、そうだね、ギスギスしちゃってなかなかね、うまくね、物事が回らなかったりであるとか、そういうね、精神面とか、あとはお仕事の面も同時に心配してる、そういう感じがあるのかなっていうふうに思いますんで、やっぱりね、末っ子ちゃん、なんだね。だから、やっぱりね、3人にとっても、カイト君を残していくのは、レン君を残していくよりももっと心配、そういうふうに思ってる節がね、あるのかなっていうふうに思いますね。ただ、そういうね、気持ちはあるんだけれども、状況はいつか好転するよっていうカードも出てるんですよ。ですので、まあ、もしかしたら、抜けた後すぐはね、しんどいのかもしれないけれども、カイト君ならうまくやってくれるっていう気持ちがあったりであるとか、で、まあこれはね、万が一なんだけれども、もしかしたら迎えに来る、そういうね、可能性もあるのかなっていうふうに思いますので、ぜひですね、頑張ってほしいっていうふうに思ってるのかなっていうふうに思いますね。いやーなんか痛々しい、カイト君への思いが、こんなに心配しながら出ていくんだっていうふうに思うと、なんか本当にね、胸がキューってなるんですけれども、はい、そんな感じですね。はい、ではですね、次ですね、残留組から脱退組への思い見ていきたいというふうに思います。じゃあどうしようかな。3面展開できたらいいんだけれども、カード開くところがなかなかね、狭いので、開けるかなというふうに思うんですが、そうだね、3面展開していこうか。はい、じゃあですね、どうしようかな、どうしようかな。そしたら、これを騎士くんという風にしていきたいと思います。猫ちゃんのタロットを騎士くんで、こちらの茶色いタロットを、翔くんで、こちらの大きいタロットをジンくんという形で見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではですね、こちらのカードも展開していきたいと思います。よいしょ。しっかりね、シャッフルしていきますね。いやー、でもね、また女帝のカードが出ましたね。女帝じゃないか、女王様か。ワンドのクイーン、本当によく出るんですよね。この、
あのジャニーズ占いでは。ですので、まあね、その力を持ってる女性っていうのは誰かっていうのはですね、まあ皆さんのね、あの想像にお任せしたいと思いますけれども、結構そういう人がね、レン君にはついててくれて、また出た、ほら。うん、っていう感じだと思うんだけど、カイト君にはね、そういう女性がついてない、そういう存在がね、今のところついてない感じがありますね。ですので大丈夫かなっていう風にすごく心配してる、そういう感じが見え隠れしたので、やっぱりカイト君ね、残るっていう選択肢はどうなのかなっていう風に思うんだけど、まあいろんな事情がね終わりになると思うんで、あまり深くは言えないんですが、はい、ではですね、カードしっかりシャッフルしていきますね。はい、ではリーディングしていこうと思うんですけれども、そうですね、まずね、騎士くんのカードから読んでいきたいんですが、もうね、めちゃくちゃ心配してる、レン君とカイト君、騎士くんに関しては 100% 心配っていう感じかな。うん、本当にジャニーズを出て実力をね、彼が発揮できるのかであるとか、不満をね、貯めるんじゃないかであるとか、あとは過去に引きずられちゃうんじゃないかであるとか、あとはですね、金銭的に不安定になるじゃないかとか、そういったところをね、心配しているところがあるのかなというふうに思いますね。ですので、うん、騎士君は一番ね、あのレン君とカイト君にね、心配されてる、そういう感じがあるのかなというふうに思います。本当に騎士君大丈夫っていうふうにね、うん、思われてるところがあるのかなというふうに思いますね。まあ騎士君天然さんだからね、そういう部分もあるのかなっていうふうに思うんだけれども、それ以上にですね、騎士くんのことをね、二人は心配してる、そういう流れがあるのかなっていうふうに思います。で、次ですね、翔くんになるんだけれども、翔くんのこともね、結構心配してます。同じペンタクル7が出てるんだけれども、こっちは逆位置ですが、やっぱりね、不満を溜めちゃったりであるとか、何かね、物事をね、諦めちゃう可能性があるんじゃないかであるとか、野望がね、ついえちゃうんじゃないかであるとか、あとは邪魔が入ってね、うまくいかない状況になるんじゃないかってことをね、すごく心配してる、そういう感じがあるんだけれども、ただね、こっちにはね、エンプレスのカードが出てるんですよ。正位置で女帝ですね。ですので、ジン君、違うわ、翔君か、翔君にもしかしたらそういう力のある女性がついてるんじゃないのかなというふうに思いますね。まあそれをファンというふうに読み替えることもできるし、そうだね、別の力のある女性というふうに解釈することもできるんだけれども、結構ね、力を持っている方々がバックについてるっていうふうにね、あの2人は思ってるのかなというふうに思います。ですので基本的には心配の方が多いんだけれども、この人が頑張ってくれたら成功を手繰り寄せることができる、うまくやっていけるっていうふうに思ってる節があるのかなというふうに思いますんで、
うん、翔くんに関してはそこをねキーとして頑張ってほしいっていうふうに思ってるところがあるのかなっていうふうに思いますね。で、基本的に岸くんに対しても翔くんに対しても心配の方が多いっていうふうに言ってるんだけれども、それとは対照的なのがこちらですね、ジンくんのカードになります。ジンくんのカードね、忍者のカードが逆で出てるので孤立しちゃわないかってことを心配してるところはあるんですが、それ以外は全部正一なんですね。ですのでジン君は大丈夫だろうと、そういうふうに思ってるのかなっていうふうに思います。だからやっぱりジン君のことをしっかり者っていうふうに捉えていて、で頼りにしてるんだろうね。何事もうまくいくだろうし、実力を発揮できるだろうし、ここねまた共通のカードが出てるんだけれども、やっぱり力のある女性がついてるのかな、まあファンの方、もしくは別の女性というふうにも読み替えることができるんだけれども、その方のね力を借りればどこまでも伸びていけるというふうに思ってるので、ジン君に関しては心配してないんじゃないかなというふうに思いますね。ですのでお願いジン君、この二人を引っ張ってっていう風に思ってるね、可能性も高いのかなっていう風に思います。特に翔君はね同じカードが出てるから、翔君を引っ張っていってっていう風にね思ってるところがあるんじゃないかなっていう風に思いますね。いや、ここに来てジン君がすごく頼りがいがある男という風に思われてるのはですね、すごくねいいなーっていうふうに思うんだけれども、やっぱりジン君ってね、気配りができる男なんですよね。で、やっぱりしっかりしてるから、岸君と翔君をね、引っ張っていってくれたらいいのになーっていうふうに思うんだけれども、特にね、岸君なんてね、心配しかされてないから、まあ確かにね、翔君も岸君も天然さんだから、そこを心配してるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、そこまで心配するっていうふうにですね、思うんですが、でもね、まあそうね、ジン君と岸君はどうなるかわからないけれども、もしね、一緒に活動してくれるのであれば、ジン君がついてれば大丈夫だから、ぜひね、頑張ってほしいというふうに思いますね。はい、ではですね、残留組から脱退組への思いはそんな感じなんだけれども、最後ですね、キング&プリンスがうまくやっていくためにはどうすればいいのか、日本の神様カードに聞いていきたいと思います。3枚くらい出そうか。あら、飛び出してきた泣き騒めの神様。おお、大やびこの神様。おー、火の核土の神様。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、なるほどね、泣き騒めの神様と親びこの神様、火の核土の神様が出てきたんですが、まずね泣き騒めの神様から見ていきたいんだけれども、多分これはファンの方に向けてだと思うんですが、泣いてくださいってことをおっしゃってるんですよね。で、泣くことによって全てがね浄化されて癒されるんだってことをおっしゃってるんですよ。で、母の癒しっていうね意味でもあるんですね。ですので、もし辛いと思うのであれば、もう泣いてほしいって思いっきり、そうすることによって全てを洗い流すことができていい方向に行くよっていう風に言ってます。多分これはねメンバーにもおっしゃってると思うんだけれども、辛いと思う時はね泣いていいんだよってことをね、はい、言ってるのかなっていう風に思いますね。で、同時に結構ね激しいカードも出てるんだけれども、火の核土の神様が出てます。で、この神様がですね、全てを燃やし尽くすって意味があるんですね。ですので、このね機械に悪いパターンっていうのを、そういったねカルマみたいなものを全部なくす、焼き尽くす、それぐらいの勢いでなくしていくことによって、このキング&プリンスというですね存在がですね、さらにいい方向に行けるっていう風に言ってます。で、最後ですね、親びこの神様が出てるんだけれども、古いパターンを手放しなさいってことをおっしゃってるんですね。ですので、まあ彼らがですね思ってるいらないって思うねものであるとか、そういったものをねもう全部手放して新しい世界に行きなさいってことをおっしゃってるんで、
ぜひですね、頑張ってほしいと思います。きっとね、いい方向にね、ハイキング&プリンスという存在が行くと思いますんで、ぜひですね、一緒にね、見守っていきましょう。キング&プリンスの皆さん、頑張ってください。めちゃくちゃ応援しております。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。あとですね、見たいよって占い等ございましたら、コメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。